ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がアストンマーティン V12 バンテージ AMR 2018年式4900キロこちらの車両になります。特殊すぎませんか？超レアですね。激レアっすね。来ましたよ。僕も今回勉強させてもらったんですけど、はい、ほとんど分からなかったです。そうだよね、はい、詳細もなかなかつかみづらい車だと思います。でなおかつ少し調べたところによると、うん、まあ、車両も非常に限定で少ないんですけれども、はい、なんとオプションも結構あるということで、うん、そうですね。大体こういう特殊な車ってもう完成されてて、うん、はい、なんか本当に色選べても色ぐらいかと思いきや、うん、なんかこの車の場合だとなんかもうパッケージオプションがあったりとか、そうですね、なんかいろいろオプションで個体差があるみたいなんで、うん、今回、はい、その辺も掘り下げてご紹介させていただきたいと思います、うん、で結論から言うと、はい、今回モリモリなんですよね。モリモリです。はい、ということで、はい、資料を見たら、うん、おおよそ1400万円ぐらいのオプションがついてると、はい、すごい金額ですね。ほぼ全部ついてる感じじゃないですか。そうですね、はい、オプションだけでもう高級車が買えちゃいそうな、そんな車なんですけども、はい、車自体も非常に特殊で、うん、なんか100台限定。そうです。 V8200 で V12 が100台で、しかもそれは日本じゃなくて世界でなんです。世界なんですよ。おそらく日本もこれ数台しか入ってきてないんじゃなかろうかと。でしょうね。でなおかつここまでオプションついた車ってないんで、はい、多分界隈ではもしかしたら有名な車かもしれないんですけども、うん、もう見るからにもうスタイリングもカラーリングも、はい、もう特別になっております。そうですね。でこれがなんかパッケージオプションのハロパックっていうのが入ってて、はい、そうですね、このカラーリングになってると。でボディカラーもこの淡いって言っていいんですかね、うん、ちょっと薄いグリーンと、はい、このライムグリーンと、うん、これがなんかあの耐久レースの2016年の世界耐久でタイトルを獲得したなんかバンテージ GTE の、うん、はい、なんかそれをオマージュというか、そうですね、イメージしたカラーリングということで、うん、これも派手すぎやしませんか？意外と派手ですか？これだって絶対街でこうすれ違ったら振り返りますよこれ、はい、そしてこれがなんとこう、うん、よくあるこう何ですか、ステッカーとかじゃなくて、はい、塗装なんですよねこれね。これだから段差がないんですよ、はい、だから劣化しないっていうメリットもありますけれども、はい、もうこれはこのまま乗るしかないという。そうですね、はい、まあ、特別なんでまあよしとしてると思いますかね、うんうん、ということでこのラインが入ってたりこの辺も全部塗装ですもんね。はい、そうですね。このド派手なもうまんまレーシングのカラーリングになっております、はい、そしてあとはもうカーボンパーツ盛りだくさんということで、うん、はい、このバンパーのこの下これももうまんまレーシングカーじゃないですか。まんまレーシングカーですね。10センチ以上出てますよね、はい、これが全部、うん、しかも真っ平らな、もうなんかこうデザインとかじゃなく、うん、はい、もうエアロのその空力最優先の、はい、そうです。この形機能ありきですね。カナードも大型のカナードが、はい、うん、2連でついてて、しかもこれバンパー自体もおそらくなんですけど、はい、ファイバーっすよねこれ。おそらくファイバーだと思いますね、これバンパー自体は。プラスチックじゃないですよね、はい、裏側がザラザラしてるんで、おそらくこのバンパー自体もファイバーできてるんじゃなかろうかと思います、はい、で形状もだって少し前にご紹介させていただいた、うん、ポルシェの GT3、うん、新型の、はい、あんな感じじゃないですか。あんな感じですね。もう思いっきりこう横だけこうつながっててダック形状ということで、はい、ね、そしてこれバンパーだけじゃなくてこのグリルも、うん、そうなんですよ、全部カーボン、しかも真ん中に寄ってるこうマンソリーみたいなカーボンですよ、うん、これが採用されてる。そしてあとボンネットも、はい、それが V12 の、そうですね、証というか、はい、トレードマークにもなってるこのダクト付きのフード、うん、これもだから熱量が半端ないですからね。そうですね。このボンネットの中身に関してはこの後見てみたいと思います、はい、であともうサイズの方が全然分からなかったんで、うん、さっきあの車検証エリカさんと一緒に確認させてもらいましたけども、はい、全長の方が4380、はい、全幅の方が1865なんですね、はい、そして全高の方が1241ということで、まあ、全長はまあ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 って感じです、うん、全幅意外に1800台なんですね。そうですね。このシルエットなんで、はい、もっとこう、ああもっとありそうな感じ、ありそうな感じがしますけど、そうですね、意外に1800台。そうですね。そして前後に至っては、はい、1200台、はいはい、1214ということなんで、うん、もうめちゃめちゃワイドアンドローな、そうですね、こんなシルエットになっていると、はい、そして早速横に回っていってもいいでしょうか。どうぞ。横のこのホイールもオプションのホイールということで、うん、そうですね、なんかこれがコンセプトカーの、うん、入ってたホイールのオマージュみたいです、はい、ということでこのちょっと複雑なメッシュのホイールですけれども、うんうん、単造品ですね、しっかりこちらにもライムグリーンのラインが入ってて、はい、そしてその奥に見えるキャリパーもライムグリーンのブレンボのキャリパーになって、うん、そして
ローター今回カーボンセラミックになってますけども、うん、これもオプションですよね。これも確かオプションだったと思います ね、はい、なんでおそらく検索して出てくるのがほとんどスチールのローターなんで、はい、こちらもオプションだと思うんですけども、はい、足元も非常に豪華でございます、うん、そして今回の車はなんとローダウンがされているということで、そうです、これなんか調べたら、うん、アラゴスタベースのベースですね、ロベルタの車高調、はい、うん、でロベルタさんなんで当然リフティングもついているということで、はい、当然こう使い勝手も損なわないような足回りになっている、はい、うん、どのぐらいでしょう、結構下がってますね多分。今ノーマルから見ると2センチぐらいですかね、おそらく、はい、ということで少しこう、うん、ちょっと入っ込んだイメージに見えちゃいますね。なのでこの辺は調整していただいてもいいのかなと。大丈夫ですね、はい、なっております、はい、だと横に関しても、うん、もうカーボンパーツ盛りだくさんでございます、はい、このフェンダーもそうですし、今確認したらフェンダーはどうもアルミっぽい、うん、ここですね、ですよね、はい、はい、アルミです。ここはカーボンになってて、うん、ライムグリーンのラインが入ってて、サイドスカートなんかも大型のこれですよ、だってすごいです、かっこいいですね、全部カーボンになってる、うん、はい、そしてこのドアのノブなんかもカーボンになってる、そうですね、あとミラーも、うん、これ形状もそうなんですけど、はい、これどっから生えてるんですかっていうこれすごくないですか。まあそうっすね、モールと一体化して、はい、でこれアルミですよね、うん、でこの流線形のミラー、はい、でカーボンの当然ミラーになってる、うん、そしてそのまま上に行くとルーフもカーボン、はい、カーボン率すごいですね、うん、なんかでも意外とあのアストンマーティンって、はい、スポーツグレードというか限定だったりすると意外とこうカーボンを多用するメーカーというか、ちょっと前に紹介したスーパーレッジラーもそうだったじゃないですか、はい、これでも買ってくらいカーボン使ってましたしね、まあ、オプションも含めてですけど意外と考えてるというか、うん、ただあんまりわざとらしい感じがない、あ、それがないですよね、本当にレーシング直径で必要なところ、うん、ダクト その見えるところだけとか、はい、サイドスカートとかポイントポイントなんであんまりこう、ね、わざとらしい感じがなく、あ、ないですね。そしてルーフにもこのセンターストライプが、うん、ライムグリーンの入っててちょっとへこんですよね、はいはい、この形状になっております、うん、そして後ろも同じくこちらのホイール、そしてリアもカーボンセラミックで、はい、リアはフォーポットですかね、うん、そうですね、そしてローダウンが程よくされております、うん、これ目立ちますね、目立ちますね、はい、まんまレーシング本当ですねそして後ろに回ってくると当然のクリアテールになってて、はい、ここもカーボンなんですね。そうですね、そしてウィングもカーボンのウィング、うん、先ほど触らせていただきましたけども、はい、ガッチガチも、はい、なんちゃってとかそういう、もちろんこの車なんでありえないですけど、はい、もう本当にレーシングのガッチガチのウイング、うん、それ結構でかいですね。そうですね、本当に効くやつが今回こちらが標準装備ですもんね、はい、はい、ついてるということで、これもいいですね、ライムグリーンがこうところかっこいいと思いますよ、使われてて、はい、そしてリアエンブレム、これフロントでちょっと触れませんでしたけども、はい、エンブレムもなんか、うん、ユニオンジャックカラーというか、そうです、はい、イギリスの国旗カラーになってる、うん、特別仕様になってます。あとここは黒いんですね。そうです。そして、ね、あのここに関しても全部カーボンで、はい、カーボンですね、ライムグリーンが入ってると、はい、あ、これマフラーのここもライムグリーンで取り分けてるんです、はい、そしてマフラーが、うん、なんとこれオプションのチタンマフラーが入ってる、はい、チタンエキゾーストになってます。これも音は確認してみたいんですけども、なんか重量も14キロぐらい、はい、これにすることによって軽くなってるということで、ね、うん、もう全部オプション満載のこんな外装になっております、はい、うん、続いて内装を見てみたいと思います、はい、まあ、この辺開けたりとかっていうのは変わりませんので、うん、そうですね、そしてこの若干上に上がるドアも一緒ということで、はい、うん、で中もすごいまずですね、はい、全部ですかこれ。そうですね、全部カーボン、はい、全部カーボンです。ただこのエクステリアに使われているカーボンと違って、はい、中のこのカーボンに関しては半ツヤというか、そう、ちょっとマット感があって、そうですよね、多分こう反射しないようなことだと思うんですけど、そしてこの取っ手というか、取っ手というか、ここもレザーになってて、はい、内側がライムグリーン、ライムグリーン、これなんかちょっとレーシーさとおしゃれさが、うん、なんか両立してますね、うん、こんないい塩梅ですよね。そうですね、はい、そしてここのアームレストって言っていいんですか、ここはアルカンターラになってると、はい、非常にシンプルなんですけども非常に高級感もあって、うん、レーシーさもある、はい、こんなドアパネルになってると、うん、そして内装が、はい、こちらもなんかハロパック、そうなんですよ、ハロパックなんでライムグリーンのストライプが入っていたりとかしてますね。ところどころにライムグリーンが使われてて、このカーボンファイバーのフルバケですよね、はい、そうです、リクライニングしないタイプのこちらのシートになってる、うんうん、これもすごいっすね。ね、形状もそうだし、はい、こうレザーとアルカンと、うん、
でこのカラーのパイピングと、はい、うん、なんかおしゃれさも兼ね備えた最高ですシートになっている、はい、まあ、調整に関してはちょっとこの後乗ってみたいと思います。はい、あとダッシュボードなんかももうまんまレーシングカーじゃないですか。はい、反射を抑えたこのアルカンタラのダッシュボードと、ね、はい、だから意外とインテリアに関してはアルカンタラ対応してるんですけど、うまい具合にレザーとこうマッチさせてるっていうのがアストンらしいですよね。確かにこうレーシングなんですけど、なんかこうあんまりこうなんて汗臭くないというか、そうなんですよ、なんかこう油臭いと一般に乗るって考えたらちょっと行き過ぎな感じじゃないですか。まあ、この上というかまた別でプロっていうモデルもあったりとか、少数の限定レーシング直径の車もうそのまま GT3 レーシング出られるんじゃないかっていうモデルも存在をしているので、あくまでも語弊を恐れず言うならばポルシェでいうところの 911GT3 っぽい位置づけなのかなみたいな、はい、ちゃんとおしゃれさというか、そうですね、街乗りも見据えたインテリアになっている。そうですね、こんな感じのインテリアになっております。はい、続いて乗ってみたいと思います。よいしょ、めっちゃ気使いますね本当ですか気使います。はい、ですね、結構サイドスカートがまず張り出しがある。 ありますね、もともとアストンここのサイドシールが太かったりするんで、はい、気使うんですけども、うん、今回あの値段聞いてるんで余計気使います、うん、そしてシートは、はい、あ、意外にクッション、そうなんですよ、柔らかい。そう、なんか僕思い出すのが、この雰囲気を思い出すのが650スパイダー、マクラーレンのあれのオプションのレザーフルバケット、はいはい、あれを思い出す感じですね。それよりかもでもちょっとクッション性柔らかいです。お尻はそう厚みがある感じ。そう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 、背中はそうでもないんですけど、うん、お尻の沈み込みが結構ありますね。ね、はい、だからお尻が痛くなるっていう類のシートではないですね。そして、うん、あのフルバケなのに全然タイトさがないというか、はい、このサイドサポートも低いし、うん、こうギュッてこうスポッとはまる感じがなく、はい、割とこうゆったり乗れる感じがします、うん、あばらがきついとかってレーシングスタイルでは大事ですけど、一般道ではちょっと確かにストレスになっちゃうんで、あばら全然大丈夫です。大丈夫ですよね、はい、うん、なんで割とゆったりしてます、はい、そして調整に関してはこんな感じで、うん、はい、おなじみのこちらについてるタイプ、はい、あ、一応こう前が上げたりはできるんです、うん、できます、できます。後ろも上がるんですか、はい、あ、後ろも上がる、ちゃんと上がります。はい、で一応一番今下にしてみましたけど、うん、少しポジションは深めなのかなっていう気がします、うん、なんかこうすごいローポジションで乗るというよりかは、うん、割と普通な、うん、自然な位置で乗る、普通の位置ですよね、はい、あ、でやっぱりリクライニングはこのシートごとなんですね。そうですね、はい、こんな感じで、うん、メモリーが一応3つついております。はい、そしてステアリング、うん、え、いいじゃないですか。いいですよね。あるか、うん、なんかちょっと触るのも申し訳ない感じなんですけども、はい、ちゃんとエアバッグもレザーで、うん、アルカンのステアリング、これでも D シェイプじゃないんで、うん、はい、少しここのスペースはタイトかなっていう感じはします、はい、まあ、これはステアリングの調整とシートの調整でしていただけるといいんじゃないかなと。で、はい、この辺もシンプルですよ。そうですね、もう今の車もうすっごい賑やかになってるじゃないですか、うん、で最近メルセデスなんか一番新しいのここにもボタンついてるんですよね、はい、でザワザワしますけど、はい、この年代ですから非常にシンプルなステアリング、はい、そしてメーターも、はい、アストンって言ったらこれじゃないですか。ですね、真下どころか真下よりもうちょっと向こうから針が始まる、はい、うん、こっちはこっちから回るタイプですよね。そうですね、こちらのメーター、そして330キロまで振ってある、うん、おーすごい、はい、そしてメーターフードなんかも当然アルカンターラなんで、うん、はい、まあ、非常に視認性がいいのと、うん、反射が少ない、うん、そしてあとはこの、うん、この年代のアストンといったらこのコンソールじゃないですか、はい、そうですね、このカーボンのコンソール、はい、そしてこの辺なんかもライムグリーンが使われたりとか、そうです、このパイピングなんかもライムグリーン、これいいですね。でメディアに関しては、うん、今時なのはない感じでいいんですよね、うん、え、あるんですかメディアに関しては、ね、そうだ失礼しました、うん、はい、純正でも、はい、あのアップルカープレイが入ってたりとか一応してるんですよ、うん、はい、ただ使い勝手が悪いのでこの車に関しては車外も AUX でインストールされてます。なるほど、というわけでちょっとメディア確認してみたいんですけども、うん、今回はあの大丈夫な方の鍵で、大丈夫な方のやつで安心のやつで、はい、この後紹介しますけども、はい、安心の方の鍵で、はい、うん、はい、そして今エンジンかけちゃいましたけれども、こんな感じで、はい、うん、メディアは一通りこんな感じで、あ、はい、カープレイついてる、はい、ついてます。で、はい、こちらが車外の方をインストールしているナビゲーション、地デジのユニットですね。じゃあこれ車外のナビと純正のこの、うんうん、そうです、両方使えるような感じなんですかね。そうで、ちなみにこの車に関してはこのナビボタン長押しでノーマル復帰します。あ、なるほど。でもう一度長押しします。そうするとこっちに切り替わって、この時点でもう一回ナビとか押してもらうとメニューが立ち上がってくるので、
はい、使える。でこれでタッチパネルで例えばですけどオーディオで地デジがあったり、はい、でよいしょこれでこういう感じですね。こうめちゃめちゃ最新のではないですけど、はい、もう普通に一通り使えます、はい、Bluetooth、iPod、はいはい、そうですね、地デジ、そのなんかも使えると、はい、でこちらに USB も接続可能な状態で出ております。はい、はい、で純正ナビの方はこんな感じで、はい、プレイ両方使えるってことですよね。そうですね、はいはい、車両の状態カメラなんかもこの辺でできるようになっております。はい、ちょっと止めちゃいます。はい、はい、でエアコンに関してはこのシングルタイプのオート、うん、そうです。この辺もめちゃくちゃシンプルでいい気がします。うん、使い勝手もいいですね。そして今回注目のポイントとしてはこちらです。きた、なんとマニュアルということで、しかも7速です。これ V8 も同時期に出てるんですよね。はい、出てます。で V8 の方は6速オートマなんです、うん、はい、V12 になると7速オートマということで、そうなんですよ、あのなあ7速オートマじゃない、7速7速マニュアルということで、これからちょっと乗らせていただくじゃないですか、うん、V12 をマニュアルで乗るって初めてです、うん、そうですか。いやもうこれ多分あの貴重な体験ですよ。あんまりないっすよね、車で。少ないですね。なんか昔の車とかだったら、うん、まあ、まあ、あまあそうですね、言ってみたら昔のね、はい、テスタロッサとか当たり前にマニュアルですし ね、フェラーリ系はね。で割と現代の車で V12 とこの7速マニュアルっていう組み合わせはほぼないか、考えてみたらごく一部 V8 とマニュアルみたいな組み合わせかな。そしてすごいと思ったのは、うん、V8 と V12 で変えてんですよね。だからミッションを、はい、なんでまあ専用のミッションになりますけども、こちらもこの後乗ってみたいと思います、うん、でシフトフィールは割とショートです、はい、カチッって感じです、はい、かなりショートじゃない？かなりショート。何メーカーから出てきた状態でショートストローク入れてるわけでもないし、確かに、はい、ただ横そうですね、うん、だいぶショートですね。だいぶショートだと思います、はい、こんな感じのシフトになってます、はい、そしてトランクとロックと、はい、あとこの辺が灰皿、うん、そうですね、なってないですね、小物入れ、一応小物入れ、はい、あとシガーソケット、中もちゃんとライムグリーン、そうですよ、レザー貼ってある、こういうところアストンですよね、すげえ、はい、そして今回ロベルタがついてるということで、はい、押してみましょうか、うん、ポチッと押して、お、はい、こんな感じで動作するロベルタ、あっという間に、はい、いいですね。これリモコン貼ってあるだけですもんね。そうです、はい、移設だったりもできるようになっております。はい、はい、そしてここが少し小物入れになってて、こっちもシガーがついてると、そう、はい、ライムグリーンですよ、ね、内側もライムグリーンってと、はい、はい、そしてペダル関係は、うん、あの少し足元狭い気がします、特に右側、はい、うん、なんで、うん、その関係で少しこう全部寄ってて、うん、ちょっとブレーキとアクセル間違えて踏んじゃいそうな、うん、はい、うん、感じがします。なんかマクラーレンになんかちょっと似てる感じが、そんな素人的なあのレーシング直径なんでペダル近い方がいいです。そうですね、そうですね。クラッチは割とストロークありますね、はい、そうですね、ただ重すぎない、ちょっと重いかな、うん、はい、で反力適度な、そうですね、反力結構強いです ね、そうですね、バインって戻ってくる感じ、うん、ペダルこちらになってます。でしかもゴムっすよ、はい、線のカバーとかじゃないんですよ、そう、こちらのタイプ、ね、で、うん、マットもなんかもう土足で踏むの申し訳ないぐらいのコンディションの良さと、このライムグリーンのパイピングでこちらのマットになっております。すごいですよね。そして、うん、ピラー関係はちゃんとこうステッチが入ってる、うん、全部ここまでつながったアルカンのピラー、アルカンですね。そして毎回アストンでこう意味があるのかないのかわからない、はい、ちっちゃいバイター、はい、はい、でも蓋もちゃんと全部アルカンあるんですよ。でこの全部シルバーのねアルミだし、かっこいいね。このベースもアルミですよ、はい。そして今回の車はレーダー探知機だと、ちょっと下に行って今回はこのバングのオーディオもついてるので、オンにするとこうニョキニョキって入ってくる、ツイッターがねかっこいいですね。あとドライブレコーダーも前後ついてますよ、ついてるということで、はい、安心です。こんな感じになっております、はい。続いてトランク見てみたいと思います、はい。トランクは毎回この指が痛くなるちっちゃい、そうです、はい。でこれウィングがついてる関係でこうボコンってなったりはしないということで、ちょっと重いんで結構重たいですね。そうなんですよ、はい。ということでこんな感じで開けていただくと、はい、うん、今回はロベルタさんのリフティングシステムがついているということで、ここですかね。そうです、はい、そちらについております。収まっていると、はい、ちょっといいですよ、はい、えい、こんな感じでタンクがこんな感じでついております、はい、うん、あの動作の後のブーって音もこれにエアをためる音ですもんね。そうですね、はい、モーターの駆動音です。そしてトランクはもう割と狭いんで、うん、ボストンバッグ2個って感じですか。そうですね、あとはもうこれトのカバー外していただいて、ちょっと広めにうまく使っていただくっていう感じになりますかね。そしてこのエマージェンシーキットというんですかね、はい、
これもだってレザーっすよ。いちいちおしゃれなんですよ。中もちゃんとこの、はい、これもスエード調で。あ、これその辺なんかも純正なんですか。そうです。へえ。あれ違うですか。これ。はい。うわすごい。この辺なんか映りますか。はい。アストンのロゴが入ってる。はい。かっこいいですよね。そしてこの蛍光のリストもついてて、はい、うん、これとあと取説と先注意ですかね。そうですね。この辺も全部レザー張りということで。はい。めっちゃ高級じゃないですか。かっこいいです。こんな感じのトランクになっております。はい。続いてボンネット見てみたいと思います。うん、ボンネット、一応いろいろ触れたいところはあるんですけども、はい、先にエンジンの方から。うん、エンジンの方が、6リッター V12、はい、正確には 5935cc、はい、NA ですよ。NA です。もうないっすよ、ね。いやもうない。NA だよ。あの現行モデルも出ましたけども、うん、あれ限定ですもんね。うん、そうです、はい。ということでこちらも、まあ、こちらも限定なんですけども、はい。そして馬力の方が588馬力、トルクの方が630ニュートンということで、うん、もっとこう出てるのもありますけども、はい、これ車重もめっちゃ軽いんですよね。うん、そう。1660キロしかないということで、うん、だ結局バンテージってあのアストンマーティンの位置づけ的には価格的に見ると入門モデルっぽいですけど、実はそうじゃなくて、多分もしかすると一番こうスポーティーな、なんていうのかな、 AMR アストンマーティンレーシングの直径に近いモデルかもしれないですよね。あのそれはホームページにも書いてありました。あ、そうですか。歴代こうそのレーシングのトップレンジというか、はい、一番こう激しいのに付けられてきた名前がバンテージっていうのが。ああ、そうなんですね。はい、はいはい、まあ、そのキャラクターがいろいろ違うんで、そうですね、まあ、立ち位置がこう外から見ると違ったりもしますけれども、うん、レーシング直径の車ってことみたいです、まね、はい。そしてこちらオートマの設定もあるってことなんですけど、今回の車はこれに、はい、7速マニュアルが組み合わせるってこと、はい。そして0-100の方が 3.7 秒ということで、おお。でマックス330キロ、すごい。だメーターなら330キロが伊達じゃない。伊達じゃない、はい、大体でもフルスケールでもそこまで出ないじゃないですか。そうだね、280キロってことなんですけど、はい、まあ、振り切るまでいくそうです、うん。そしてエンジン、これよく見たら、うん、あのシルバーじゃないんですね、うん、そうですね、黒くなってるってこと。はい、通知に言われてそうだよなと思いました。カバーもこのインマニでいいんですかね、うん、そう、インマニですね。全部黒くなってたりとか、はい、あとはこのダイキャストのこの、はい、アッパーのこのサポートというか、うん、アッパー自体ですかね。そうですね、もうこんなになってたりとか、タワーバーも入ってたりだとか、うん、そしてあとはここにこの AMR のエンブレムがついてるってことなんですけど、はい、ここ下があの、うん、アストンのサインじゃなくって、はい、ドライバーのサインみたいですね。そうですね、当時のね優勝されたドライバーの2名のサインですかね。ということで名前はちょっと覚えられなかったので、うん、入れておきましょう、はい、ということでこの2名のサインが、うん、そして今なら間もなく、うん、僕のサインをスッチのサインの方が、はい、じゃ あの2人のサインを書き加えて4名のサインでお届けしたいと思います、はいはい、余計なことすんなって怒られますね。こんな感じのエンジン力になっております。はい、続いて増加類見てみたいと思います。お願いします。排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう、行きましょう。ですね、まず出発前にいろいろ触れておきたいんですけれども、どうぞ。振り返りますと、スペシャル装備のところが AMR フルボディパック、はい、このカーボンのヘルキットですね、はい、うん、でそれプラスカーボンドアハンドル、カーボンミラーキャップ、はい、カーボンリアランプフィル、はい、カーボンルーフパネル、うん、あと V12 サイドバッジ、うん、AMR チタニウムエキゾースト、はい、ハロパック、うん、インテリアもカーボンでございます。そうですね。そして軽量のカーボンシート、うん、あとバング、うん、あと自動防炎のミラーだったりバックカメラだったり、うん、あと各部ライムグリーンのグラフィックも入ってると。そうです、はい、で総額1300万円オーバー、1400万円近く入ってございます、はいはい、そして、うん、この年代のアストンといえばこちらでございます、うん、はい、はい、
このキーなんですけども、うん、こっちの精神衛生上いい方のキーじゃなくって、はい、実はクリスタルキーもそうなんですよ、もちろんございますということで、はい、どうぞ。ちょっとこれ開けてみたいと思います。はい。これどうやって開けますか、そもそも。あ、こうか。はい。やってまいりました。こちら。じゃん。絶対落としちゃダメなやつですね。映るかな。はい。ちょっと出してみ、出してみ、はい。こちらですね。はい。おー。ここがクリスタルですよね。そうです。はい、これが結構落としてこう欠けちゃったりとか。そうなんですよ。あるあるなんですよね。はい。めっちゃ高いんですよね。めっちゃ高いです。なんであの僕みたいな小心者はこっちの、はいはいはい、鍵を使うのがおすすめでございます。これもちろんついてます。はい、あと真ん中のこのマニュアルキー。これなんですか、これ。これマニュアルキーなんですけど、はい、これだけで部屋に飾っておきたいぐらい。え、これどうやって使うんですか。え、どっかにあるんですか。ありますよ。どこにあるんですか。ドアに。ドア使わないから誰も分かんないじゃないですか。はい、はい、ということでこれのセットももちろんついてきてます。はい、はい、いきます。いきましょう。はい、ポチッかけます。はい、おお、いいっすね。吠えますね。そしてちょっといいですか。どうぞ。あのちょっと何点か気づいたんですけど、はい、シートポジションは、うん、やっぱりこうなんだろう、ちょっとドイツの感じとまた違います、うん、はい、またマクラーレンとかとも全く違う、ちょっとシートポジション高くて、うん、こうリクライニングできないじゃないですか、はい、そういう時にこっちも上がっちゃうんで、はい、ここは少し人選ぶのかなっていう感じはしました、うん、はい。あともう一個、まあ、どうでもいいとこなんですけど、うん、バックカメラの画質に関しては、うん、やっぱり現代の車に比べると、うん、まあ、やっぱりちょっと画質荒いのかなと。そうですね。もう一つバックに入れると、うん、助手席ミラー下がるじゃないですか、はい、これ必ず下がっちゃうんですね。これ設定はあるんじゃないですか。あの毎回押さないとなんですよ。いや、あ、そうでしたっけ。多分一応これ連動するしないって選べなかったっけ。あ、できるんですか。あ、確かイギリス車そんなイメージがありましたけど。はい、一応設定かもしれないですけど。そうですね、このボタンを押せば、うん、まあ、普通のドイツ車とか国産車みたいに、はい、上にすることもできるということです。そうですか、はい、了解です。シフトですよ。お、7速のこのシフト、はい、これ AM シフトって言って、うん、アクセル全開のまんま、うん、シフトチェンジ、シフトダウンができるタイプらしいんで、はい、もう感覚的には、うん、オートマのあのここのアップ、うん、ダウン、うん、でいけるらしいんで今回試してみたいと思います。はい、で1がここなんですね。そうです。でバックがここ上です。だからなんか日常使いする2、3、4、5、6、7がもう H パターンでできるように設計されてるっていう。そうですね。通称ドッグレッグっていうらしいです。はい、あ、そうなんですか。昔、はい、レーシングパターンなんてよく言ってたけど。あ、そうなんですか。はい、1がちょっと硬いですね。うん、はい、ただまあもちろんその発進する時だけっていう認識なんでしょう ね。はい、でこのトルクなんで2でも発進できそうですけど、うん、いやもう本当そんな勢いですけどね。ちゃんと1でいきます。はい、はい、参りましょう。行きましょう。そしてサイドブレーキはこの下がっちゃうやつなんで忘れがちなんですけど、はい、はい、メーターに出ますんで、はい、参ります。はい、行きましょう。いやちょっとこれ乗れないな俺。こうだ。はい、いや7速これちょっと慣れないっすね。そうっすか。はい、僕はめちゃくちゃ乗りやすいです。マジっすか。はい、ポルシェの7速よりこっちの7速の方が僕は乗りやすいです。あ、これすごい。はい、いやこれちょっと乗る前にいろいろなんか市場レビューみたいなとか、資料見たんですよ。はい、こうステアリングのフィールが全然違うっていう。はい、あのですね、めちゃくちゃダイレクト感あります。はい、ちょっと感動してる感じですか。いやこれちょっとエンジンの前に、はい、こう体に伝わるこうシフトフィールが、シフトフィールじゃない、うん、ステアリングフィールがやばい。うん、なんだろう、ちょっとあのマクラーレンとかとまた違うんですけど、はい、フロントのタイヤの接地感と向いてる向きがすっごい分かりやすい、うん、はい、ダイレクトな感じですよね。リニアな感じで。え、わかっこいい。難しいこれ。ちょっと待ってください。あれ、ここですよね。そうです。はい、参ります。はい、スポーツ押さなくていいですか。あ、い、押しましょう。押します。はい、でこれ AM シフトっていうアクセル全開でいけるやつらしいんで、うん、今スポーツにしまして、はい、いや僕のスキルだと初見でいきなり全開はちょっと難しいかもしれないですけど、はい、はい、参ります。はい、ちょっと待ってください、待ってください、ちょっと待ってください。
え、これえどうすればいいんですか。あ、そうか、うん、でアクセルは戻さないそう、はい、あ、こういうことか。そうです。なんかプロペラシャフトとか、うん、あのクラッシュとか全部なんかセンサーがついてて、はい、アクセル全開のまんまでも吹け切らない、はい、ちゃんと回転が落ちてできるっていうことなんですけど、はい、これ慣れないとできないですね。そうですか、はいはい、でシフトダウンも、うん、あ、ブリッピングしてくれる、はい、音すごいな、これ。これすごい、速さも半端ないね。半端ないですね、はい。で、ステアリングスピード出すと、はい、もうめちゃくちゃじゃないですか、はいはい、しっとり重くなります。はい、嫌なクイックさじゃないんですよ。そうですね、なんかこう、なんていうの、こう、うん、遊びがない、こう唐突な感じじゃないんですよ。じゃないんですけど、ものすごく伝わってくるので、レスポンスがいい、はい、これはちょっとやばい。やばいよね。だから、何台もアストン乗ってる方だったりとか、スーパーカー乗ってる方とか、ですらすごいねっていう話になるので、これはですね、なんて表現すればいいんだろうな、めちゃくちゃアナログなんですよ、うん、本当にステアフィールも、うん、エンジンも、うん、めちゃくちゃアナログっすね、はい、操作してる感が半端ないです、はい、けどもうさっきの全開加速みたいな、うん、もう超えちゃってるところに関してはちゃんと車体が制御してくれて、そうですね、しっかり車が前に行くっていう、そう、しかも壊れないようにちゃんと考えてくれてるっていう、これすごいな、うん、言ったらもうなんか本当にポルシェのちょっとスパルタンのモデルとか、はい、マクラーレンぐらいのなんかこう、うん、ダイレクトな感じはするんですけど、はい、キャラクター全然違います、ね、全然違います、はい、なんていうのかな、こう基本的な味付けって古典的なスポーツなんですよ。あ、それはですね、いろいろ書いてありましたね、はい、ああ、そうですか、はい、僕の印象もまずそれでしたね。なんですけど、はい、さっきツッチ言ったようにフロントの接地感が分かりやすいっていうのと、めっちゃ分かりやすい、はい、でリアの接地感というかトラクションもこう逸脱することなく安定してます。これが多分バンテージっていうコンパクトなボディのなせる技っていうのもあるんでしょうね。一番最初がその1950年代のなんかスペシャルなモデルに、はい、そのバンテージっていう名前が与えられて、うん、これ3代目ですよね、はい、で3代目出た時はもう馬力もダウンしてるし、はい、サイズ的にもちっちゃくって、もう大きいモデルも出ちゃったし、うん、そんなこう一番トップレンジのハードなモデルっていうイメージこそなくなっちゃったんですけど、はい、後半からこの12を出してきたりとか、そうですね、してやっぱりこう伝統的な、うん、アストのレーシングモデル、スポーツモデルっていう、うんうん、僕は個人的なお話させてもらうと、やっぱり初代のバンテージ、セカンドモデルっていうのはすごい好きだったんですよ。なんか本当典型的なハッチバックスタイルっていうんですかね、はい、がすごい好きで、実は3代目に出た時に正直がっかりしてたんですね。あ、なるほど。ちょっと丸みを帯びてるし厚みが出ちゃってて、なんかこうスクエアなシュッとしたイメージとはセカンドモデルまではそれだったので、ちょっと残念だなと思っていたんですけど、でもエンジンとか当然足回りとかは刷新されててものすごく良くなってはいたんですけど、なんとなくこうスタイリングですよね。で、そうこうしてるうちにまあマイナーになって、S っていう、なんですか、ネーム、バンキッシュ、はい、あ、ごめんなさい、バンテージ S ですね、はい、ってなってエンジンも4.7、ベースが 4.7 リッターになってきてっていう風に徐々に良くなってきて、装備的にも良くなって、スタイリング的にもこうスポイラーがついたりとかって若干変わってっていうのがあって、その中で N430 の限定が出たりとか、いろんなこう派生モデルが出始めて、最終到達点と言っていいぐらいの AMR っていうのが出て、でもこれは僕初めて乗った時はやはり衝撃的でしたね。これ感動できますね。はい、ある意味もうカルチャーショックだったんで、ここまで来たかみたいな。これは本当にすごい。すごいよね。ずっと喋ってますね。うん。ごめんなさいね、ナビがち
だから NA12 っていうのもでかいのかなと思う。はい、現行モデルだとツイターボになっちゃってるじゃん。そうですね、またフィーリングが違うし。はい、でもねこのエンジンって5000ぐらいから4000超えて5000ぐらいからさらにこうなんていうんですかね、ピークパワーの盛り上がりを感じれるんですよ、音とともに。それがねすごく好きです。ただこう綺麗に吹き上がるだけの12気筒じゃないので、やっぱりでもアストンマーチンレーシングの冠がついてるだけあって、普通の車、普通のアストンとはもう別格ですね。これ実際プラットフォームとかは、うん、設計むちゃくちゃ古いんですよね。はい、そうですね。で一応そのだんだんこうアップデートしてって、うん、これでバージョン3だか4なんですよ。ああ、なるほど。ただやっぱりその基本設計の古さっていうのは、うん、やっぱりカバーできないところもあるみたいなんですけども、はい、まあ、剛性だったりだとか重さだったりだとか、うん、はい、ただやっぱりこうなんか味とかって、うんうん、なんかそれだけじゃないんだなっていう感じますよね、うん、今更ですけど、はい、そのちょっと古いというかクラシック風というか現代の車とは違う車種回りだったりっていう、それが今いい味になってるんじゃないかなって思いますね、改めて。いや本当にでもいい悪いと好き嫌いは違うんだなっていう、うん、そうですね、本当そうだと思います。うわめっちゃいい音してる。はい。これなんか接地感すごいっすね、本当に、うん、でもさ言ってしまうとフロントのさ飛び出したカーボン の、はい、スポイラーあるじゃないですか、はい、あれだって冷静にこうこのデザインって思った時に僕頭をよぎるのはやっぱり190のエボリューションだったり M3 の、限定の車だったりっていう90年代ですよ、いわゆるそのままのデザインで、これもう2000年代の車ですからね。なんかこうアストンってなんかこう分かってるなみたいな、このボディでそれをつけるんだったらこの形でしょみたいな。で当然空力優先でデザインはされてると思うんで、その辺がすごくなんていうんですか、くすぐられるというかやられますね。言ったら一番脂が乗ってる年代の、はい、そうです、究極系だなって。そうですね、はい、これすげえマジで、うん、ただもう何ですか、こう乗りやすさもしっかりあって、はい、こうやって流しちゃえばね、全然普通のスポーツクーペだもんね。グランドツーリングかっていうぐらいこう普通にも乗れるっすね。 うん、うわクラッチ切るだけこれですよ、はい、でフロントがなんかすっごいしっかりしてるんで、うん、多分12で少し重さがあるのとか、はい、のフロントリップが効いてるっていうのもあると思うんですけど、うん、前の不安な感じが一切ないんですよね。そうずっとくっついてるんですよ前が。だからさ乗る前にツッチー言ってたじゃない、はい、フロントヘビーなんですかねって。でもそういう感じじゃないでしょ。じゃないですね。そうで乗ると分かるんですよ、言ってる意味が。なんかいい意味でちゃんとこう前がこう、そう接地感がね、うん、だから回答性が悪いとかないんですよね。全然ないです。お尻が軽くて不安定ってこともない、どっしりしてるし、結局メーカーとしてもフロントミッドシップでこだわってるじゃないですか。もう奥に奥に大きいエンジンを積んでますし、あとはねトランスアクセルだったりとかいろんなことがあるので、重量配分はそれなりに考えられてるし、まあ、スポイラーは伊達じゃないですよね。これ楽しいっすね。楽しいです。ずっと乗ってたくなります。ずっと乗ってたいっす ね。これはいい、最高です。この先カーブ速度を落としてください。でもちょっと作法が、そうシフトが慣れないっす、これ。ああ慣れが必要っすね、はい、僕は全然違和感ないですけど。でペダルも本当にオートグリッピングと AM シフトでこう全開でいけるんで、うん、このペダルのこの狭さっていうのは、うん、さほど気にはならないですよ、はい、乗っちゃえば、うん、うわーガーってもう
曲がってる感じなんですよ ね車の、はい、なんかこう動きを感じながら、うん、いやなんかシフトの進化って これじゃないですか、うん、思ったっすけど、うん、本当そう、なんか全部こうパドルとあれじゃなくて、うん、ちゃんとクラッチがついてて、うん、もうその回転数だけ制御されて、うん、上げても下げても全開でも全部いけますよ、うん、今更だから新鮮だよ ね、 そうですね、鍵を挿してスターター回ってクラッチ踏んで、はい、あ違う違うクラッチ踏んでスターター回ってみたいなね。今どんどん車がその家電みたいな方向に進化していってるじゃないですか。はい、なんかこうある意味こうなんていうのかな、無機質な車が増えている、無国籍な車だったりとか、当然当たり前なんでしょうけど、でもなんかだからこそこれからこういう車がどん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 少なくなるし希少車になるし、相変わらず価格も高騰し続けてるし、今乗らないと後悔しそうな1台です ね、 ですね。いやー V12NA をマニュアルで乗れる日が来ると思わなかったですよ。本当ですか。試乗ですけど、はい、めちゃくちゃいい経験になりました。あれもしかして土買っちゃう感じ、ローンが通ればローンが通ればこれは、はい、いやでもこの車は土も僕も大絶賛の1台なんで、これガレージに入れときたいですね。入れときたいです。はい、最高です。ちょっとノーマルのモードにしてみていいですか、はいはい、あ、ノーマルにするともう全然静かだし、うん、ね、はい、普通な感じ。ステアリングの重さとかは変わんない、変わんないよね、介入は入ってないですよね。そう、ちょっとダンパーだけちょっと硬くしてみます。変わんないんじゃない。これでもスポーツモードとダンパーは別ですよね、うん、スポーツモードはスポーツモード、そう、ダンパーの硬さは別なんで、うん、ダンパー制御してるかな、これでダンパー制御してる、これだってほらあんまり変わんない気がします、ね、いやあれだよだって、はい、あ、そうかそうかそうか、そう足回り変えてるからか、そうだよ。いやすごいこれ、うん、車全体が本当になんか V8 より90キロぐらいかな、うん、重たいんですよね、はいはい、V8 は1570キロぐらい、うん、なんでなんかその重くなってるというよりかはどっしり感の方にすごく、うん、まあ、ちょっと乗り比べたいっていう気持ちもありましたけどね。ああそうっすか。 V8 のちょっと軽快な感じ、はいはいはい、全体的ななんかこの本当に全部感じれるんですよね、うん、車体の動きもそうだしエンジンもそうだし、うん、このステアリングもそうだし、うん、いいですかちょっと、はい、すげえすげえこれすごいすごい上手くなったように錯覚します。そしてなんか車と一緒になれたっす今、うん、これはいいな。全部がそうじゃないかもしれないですけど、いろいろこう味付け違うかもしれないですけど、あと年式とかによってなんかアストンの V8 って意外とこうスムーズに綺麗に吹けるイメージが僕あるんですよ、はい、こっちの方がこのエンジンの方が荒々しいです。でトルクのメリハリ、パワーのメリハリを感じますよね、はい、このエンジンってなんかフェラーリとかマセラティとまた違う、いや全然違うね、感じなんですよね。そうで、かといってコンフォートな方の V12 でもないし、そうですね、本当になんかトルクとこのフィーリング、うん、でなんか乗れば乗るほどなんかこう車とつながれる感じがしますねこれ、うん、だから本当こういう車って懐深いんですよ。乗るたびにこう、あ、こんなこともあるんだ、こうも動いてくれるんだとか、あ、これを教えてくれるんだとか、インフォメーションがいろいろあったりとか、でも情報が渋滞しない、そうですね、はい、ドライバーにとっては心地よい、少しずつ分かっていく感じ、そういう感じです。もう僕みたいなおじさんにはもう本当最高の一台です。うわブレーキもめっちゃ効く
きますよ。めっちゃ聞く。わかりました。ちょっと全然違うんですよね、やっぱりこうドイツ車とか国産車とかイタリア車と、うん、違うんですけど、うん、なんかこうなんて言えばいいんですかね、わかるっす。はい、はい、うわこれ全然ダメだって俺最初乗った時思ったんですけど、うん、なんとなく本当に少しずつ分かってくる感じ、うん、でそのためにやっぱりこうステアリングがすごい分かりやすいし、うん、本当にエンジンに乗ってる感じが、うん、車ってこれだなっていう。そうでもイギリス の, そのメーカー全体的にまあ語弊を恐れずに言うんだったら、スポーツカーとかスポーツカーブランドってなんとなくこう僕の中ではこうなんていうんですかね、圧倒的なパワーっていうよりもこう軽快感、巧妙な感じっていうのがすごくまず出てきます。だから緻密なとかってそういうことではないですよね。なんか乗ってて気持ちいいでしょっていう、その圧倒的なパワーでこう怯えてしまうんではなく、絶大なパワーはあるんですけど気持ちよさを追求してるというか、なんていうのかな、爽快感というか なんとも言えないこうフィーリングがありますね、イギリスのスポーツカーって。確かに、はい、もうロータスとかも、あ、まさにそうですね、まさにそうですよね。そう、まあ、もちろんあっちはもう軽量ライトスポーツ、はい、ライトウェイトスポーツなんですけど、はい、なんか同じというか、なんていうかな、またちょっと本当に国産車とかドイツ車と全く違う、そうですね、アプローチの仕方というか、そうだ、TVR とか昔の車ですけど、はい、やっぱり乗ってみたいです。そうですね、あと MG 系だったりとか、あとローバーのエンジンを積んだ93年ぐらいに出てた、MGRV8 とかっていうのもトルクばっかりのエンジンでしたけど、でも走ってるとやっぱりこう軽快な巧妙なもうクラシック古典的な動きだったりとかっていう味を残しつつみたいな感じを覚えてますね、僕は。いやなんか最近本当になんか、なんていうんですかね、こうよくできすぎちゃってるんですよね、車が、はい、うん、何にも困らないし、そうなんかもう礼儀作法もないし、うん、誰が乗っても大丈夫みたいな、はい、でも車って本当にそうじゃなくてもいいんじゃないかなっていう。いやでももう同じことの繰り返しだけど、もう全てが近いじゃないですか、いろんなメーカーいろんな車作りますけど、そうですね、はい、悪く言うと没個性なってますよね、はい、でいいよく言えば安心、土言うように誰が乗っても普通に動くし車変な動きしないしっていう風にも捉えられるじゃないですか。やっぱり車好きのマニアの方ってやっぱりそこじゃないですよね、うん、なんかアストン乗ってる方のブログで書いてありましたけども、はい、アストンでもそのもう車種で全然キャラクターが違うって、うん、そうですね、もうステアリングフィールさえも違う、はい、やっぱり車種によってもっていうのもありますけど、でもこう V12 がツインターボになったりとか、現行バンテージがV8 4リッターターボツインターボになったりとか、やっぱりこの辺の電子制御が結構入ってきてるので、なんていうのかな、こう機械的なこうインフォメーションっていうのかな、感じづらいというかフィーリングが全然違うなっていうのはあります。どっちがいいとかじゃなくて、うん、いい悪いは言いづらいですよね、どっちも僕はいいと思っちゃうんで。現に最新のバンテージの V8、僕あれのマニュアルも個人的に欲しいだって思っちゃうし、いいですね、はい、だこれは味あるんで、はい、合う合わないは正直あると思うんですよ、はい、けど合わなくても、うん、僕の個人的な意見としては、うん、こうなんていうんですかね、車とこうつながりたいというか、うん、こう どんな動きがするのか知りたくなってくる車です、うんうんうん、ちょっと乗りこなしたくなってくるというか、うん、
お、そう来たかと、うん、はい、これダメだっていう感じじゃなくって、はい、どうにかしてこれをちょっとうまく走らせてやろうって思わせる気になる、うん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 、いやまさに所有する喜びがあるよね。そうですね、うん、これちょっと乗りたいな、本当に距離乗りたいですね、本当に。高速道路を巡行して、はい、ちょっと峠道を走って、はい、市街地走って、はい、一通り300キロ400キロ走って、はい、で降りた時にどう思うかって感じたいよね。そうですね、うん、それはもうオーナーになる方の、ちょっとこれ短時間の市場で評価する車じゃないですね、だと思います。はい、大体僕に関してはもう乗りこなすことすら今回そんなことないけどそんなことないでしょうけど、いやまずシフトが慣れなすぎて使えなかったっす、うん、はい、うん、それ言ったらやっぱり今の車ってじゃあ初めて乗る車でも今回の試乗コース毎回乗ってるじゃないですか、うん、じゃあ高速乗って全開にしましょう、うん、できちゃうんですよね。何も考えずにね。そう、何も考えずにできちゃうんですよ、はい、でもこれってやっぱり、うん、まあ、やりましたけど、はい、いろいろやっぱり確認必要だなっていう。そうだよね。しかも完全に回し切るっていう。そうですね。話ではないじゃないですか。ちょっと片鱗を買い場見る程度にしかならないとは思いますけど、そうですね、でもそれでもこの車の凄さわかるよね。やっぱり僕らはこの車のオーナーではないので、はい、全てを把握して全てを出し尽くすってのはできないですけど、もっと知りたいと思いました。思うね。思いました。はい、これはいい車だ、うん、多分これどんだけ乗ってもゴールがなさそうな。いやないですね、うん、これなんか僕もう本当ですね、ずっとガレージに置いといてちょっと気が向いた時にちょっと、そうですね、はい、付き合ってける車ですよね。そうです、そうです、何年も何年も、はい、本当にこれ何年も付き合ってける気がします、ね、はい、いやマジ鳥肌立ってますもん今、うん、本当にこの辺とこの辺、うん、いやちょっとこれ衝撃で言ったら過去一かもしれないです、この車。マジで、マジで。あ、よかった。マクラーレンの分かっていただいて、あの LT モデルとか乗らせてもらった時も感動しましたけど、うん、またなんかちょっと感動と違うこう鳥肌。そうっすか。車ってこんなに本当に奥が深いんだなって改めて思いましたね、はい、今回、うん、動画でちょっと持ってるとかじゃなくて、うんうん、これは本当にやばい、うん、いやありがとうございます。ありがとうございます。これすげえ、これちょっとマジで感動できるレベルですね。はい、じゃあ最後になりますけれども、めちゃめちゃ味ありますね。めちゃめちゃ味あるよね。で乗ったら乗ったで古臭い車に感じないし、足もよくできてるし、ボディの状態、剛性感しっかりできてますよね。まあ、その当時 の、 そのレーシングの芸術がもう注ぎ込まれてますからね、うん、はい、ただそのベースのなんかそのちょっとその 古いって言ったらあれなんですけど、はい、ところどころ感じる部分、そうですね、ハイビーム の、 そのハロゲンのところだったりとかめちゃくちゃかっこいいなと思って、逆に新鮮で、逆にね今新鮮だよね、はい、うん、で正直価格に関しては、はい、まあ、ちょっとお買い得とは言い難い金額ですけれども、うん、やっぱりこれっていうのは特別ですし、はい、まあ、世界的に見ても非常に珍しい車なんで、まあ、ぜひ気になる方は。というわけで今回はアストンマーティン V12 バンテージ AMR をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。